コバルトは GM が製造し、シボレーブランドで販売している自動車である。コバルトは北米市場において最も売れた GM のコンパクトカーであったキャバリエとトヨタカローラをベースに開発されたプリズムの統合後継車種であり、2004年から2005年モデルとして販売が開始された。SUV ブームがやや下火になり始めて、コンパクトカーの人気が再燃しつつあるという。 開発当時の状況を受けて、コンセプトを従来よりも若者を強く意識したものへと修正し、さらに日本製や韓国製の小型車などにも対抗できるように商品力の向上を図った。前身のキャバリエは老朽化した J プラットフォームを採用していたが、コバルトでは新たに小型車向けのグローバルプラットフォームで、あるデルタプラットフォームが採用された。 同プラットフォームは他にオペルアストラ、サターンアイオン、シボレー HHR などで採用されている。ボディタイプは、キャバリエに引き続きクーペとセダンの2種類がラインナップ、された。グレードは、LS、1LT、2LT、3LT、LTZ、SS が設定された。最上級グレードの LTZ は、クローム仕上げのグリルやモールをあしらっている。 高性能グレードの SS については後述。エンジンは、時期 4DOHC2.2 リットルが搭載され、2009年モデル以降は、VVT 付きのものに換装された。トランスミッションは5速、MT、または4速 AT が用意された。ロードホイールは、LS と 1LT が15インチスチールにフルカバー、2LT が16インチ、シルバーペイントスチールホイール、 3LT と LTZ は16インチアルミホイールが標準となる。オーディオも LS 以外は MP3 に対応し iPod 用のジャックも装備される。生産はアメリカ合衆国オハイオ州のローズタウン工場で行われた。コバルトは2010年をもってモデル打ち切りとなり、同社のポジションは世界戦略者であるクルーズへと引き継がれることとなった。二千十四年二月、 大規模なリコールを実施。重いキーホルダーを使用すると、イグニッションのセンサーが動作不良を起こし、エアバッグが開かなくなる可能性があるというもの。所有者に対して、回収が終わるまで、不必要な鍵や飾りは取り外す要請が出された。SS2000 年前後のスポーツコンパクトのブームによって、高性能コンパクトカーが独自のカテゴリーとして認知され、 高性能エンジンを搭載しスポーツ走行を意識した車種が各メーカーから相次いで投入されることとなった。GM も例外ではなく、コバルトに高性能バングレードの SS を設定し、日本車などのアジア車が大きな割合を占めていた、この市場に参入することになった。SS は3種類存在するが、最初に登場したのは 205HP を発揮する。 スーパーチャージャー付き2.0リットルエンジンと古速 MT を搭載したモデルでクーペのみの設定となった。このパワートレーンはサターンアイオンレッドラインと共通である。2SS にはショートストロークのシフター、パフォーマンスハンドリングサスペンション、18インチアルミホイール、XM サテライトラジオが標準装備された。1年後には2006年モデルとして、 自然吸基板もラインナップに加わった。クーペとセダンの両方に設定され、エンジンは VVT 付きの2.4リットルが搭載された。また5速 MT だけでなく4速 AT も設定された。1SS には17インチアルミホイールが標準装備された。2008年モデルイヤーからは従来の 2SS に代わって、サターンスカイレットラインなどと同じ 260HP を発揮する。 可変ジオメトリーターボチャージャー付け2.0リットルエンジンを搭載した新 SS が登場した。また、従来の 1SS はコバルトスポーツへと解消され、同モデルや限りで廃止された。ポンティアック G5 ポンティアックブランド向けのバッジエンジニアリング車は2004年にカナダとメキシコで先行発売され、2006年夏にはアメリカ合衆国でもクーペのみのラインナップで、 発売開始された。社名はアメリカ市場への投入に合わせて G5 に統一されたが、それ以前はカナダではパースートの地 G5 パースート、メキシコでは G4 の社名で販売されていた。G5 はサンファイアの後継車種に相当するが、全身モデルとは異なり、コバルトとの外観上の相違点は、グリルやテールランプなど小規模に止まっている。 その他2011年6月17日、ブエノスアイレスモーターショーにコンセプトとして出展され、同年11月4日に市販モデルが発表された。GM とブラジルが開発した小型セダンで、南米、欧州、中東、アフリカの40カ国で販売を予定している、世界戦略者でもある。アベオ、ソニックと同じ GM ガンマ2プラットフォームを採用し、アベオ、 ソニックとクルーズの中間のサイズとなる。トランクスペースは563リットルの容量を誇る。エンジンは1.3リットルから1.8リットルの範囲で設定されるが、ブラジル向けには2種類のフレックス燃料エンジンが用意される。1.4リットル最致 C8V は、エタノール走行時で7 5ットガソリン走行時で7 1ットを発揮する。 1.8リットル最小 C8V は、エタノール走行時で79.4キロワット、ガソリン走行時で78キロワットを発揮する。ありがとうございます。